モニカ・スウィートハートは、チェコスロバキア出身のポルノ女優。モニック、ジェニファー、モニカ・リースト・ポドバ、モニカとは名義でも活動していた。18歳になった直後の2000年に、ポルノ業界に入った。高いウエストの長い足と美しいブロンドが特徴。端正な顔立ちに似つかわない、ハードコアなジャンルをこなし、そのスタイルの良さと愛嬌のある表情で、世界的ブレイクを果たす。 250を超える作品に出演し、2000年にはフランクスリング監督のザ・アカデミーに出演し、2004年にはアイオブザビホールダーでの演技でズコのベストグループシーン賞にノミネートされている。2006年11月26日にはベルギーのコメディ番組ウィリー・エ・セ・エヌ・マージェットンに出演した。モデルとしても活動している。モニカ・スウィート・ハート・アット・アフドブ。 a d u l t f i l m d a t a b a s e com ピアニッシモ一、二千九年一月十四日閲覧。ab モニカスウィートハートアット iafdiafd。com ピアニッシモ一、二千九年一月十四日閲覧。ab スウィートハート。モニカザオフィシャルサイトオブモニカスウィートハート。 h-o-t-m-o-n-i-c-a-s-w-e-e-t-h-e-a-r-t.com ピアニッシモ1-2009年1月15日閲覧ナマネシャンズ4-2004アベンアワーズショーアベン2003年12月3日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年3月12日閲覧2005アベンアワーズのマネシャンズアベンアワード 2004年12月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年3月12日閲覧。ありがとうございます。